高校生の時から心理学をやりたかったんですけど、でもただの心理学だけじゃなくて社会イノベーション学部心理社会学科っていうのは、これからの社会に適応できたりっていう応用された心理学を学ぶことができるんですね。例えば統計とかの会社とかの傾向とかを見て心理を勉強したりとか、あとカウンセリングとかも少人数で一人一人に先生が向き合うことができますね。なんかみんながよくポジティブだとか私はネガティブだとか言ったりとかするけど、なんかそういうようなことと関係あるような、1年生の時っていうのは、想像通りで心理学の大きな教室でみんなでその基礎的なことを学ぶんですけど、2年生になってからはゼミナールがあって、そこはみんなでその心理学とかだけじゃなくて本からその作者の傾向を読み取ったり、その動物とかを使った実験のこととかを勉強したりして自分の意見を考えるっていうことが2年生になってから増えましたかね。まず先生との距離が近くて伸び伸びと自分のやりたいことを見つけられる環境っていうのがあるかなと思います。成城大学は先生と世間話とかも授業中普通にしたりするんで、そういう世間話が意外と勉強になってたりっていうのもよくありますね。そうですね、人と積極的に関わることですかね。特にやっぱ恥ずかしいんですけど、ちょっとした話題を見つけて話しかけたり、やっぱそういう人と接しなくてはイノベーションっていうのは生まれないと思うんです。だからいろんな人と友達になることが大事なのかなって思います。